水草水槽、もともとは白ベタさんのために立ち上げた水槽だったんですけど、水草が成長するにつれてですね、全体的な仕上がりからなんとなく白ベタさんじゃないなっていう気がしてました。で、白ベタさんは今ヒレの治療中なんですけど、思い切ってシシマルの方をですね、こちらの水槽にお引っ越しさせました。この赤い水草水槽、まだご紹介してないんですけど、何気にポポンテッタ古方さんが5匹泳いでるんですけど、全く護衛に対して心配はありません。もともとシシマルは AKB グッピーとコリドラスパンダさんの水槽にいたんですけど、グッピーさんのね、稚魚にすら全く関心を示さないおっとりした性格なので、護衛は問題ないかと思います。で、実際ですね、様子を見てたんですけども、問題ないところか、餌の時間にですね、びっくりするような行動を見せました。餌の時間ですね、ポポンデッタさんには先にですね、細かいフレーク状の餌を与えてから、シシマルのベタさん用の餌を入れたんですけど、ポポンデッタさんがですね、シシマルの餌に興味を示してつついてる間、順番待ちをしてるんですよ。ポポンデッタさんが興味を示さなくなって弾いた餌だけをパクッと、はい、なんてお利口さんなんでしょう。これが隣のジャジャマルだったらもう大惨事ですね。餌ごと食べられてると思います。はい。で、シシマルは特に食が細いわけではないので、これからですね、水槽に慣れ始めると自分の餌は自分の餌っていう主張をするのかもしれないです。これからですね、じっくり観察していこうと思います。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。